こんにちは、ワインブックスの前部です。いつもご視聴ありがとうございます。突然ではありますが、昨日のヤフーニュースのトップにこんな記事が出ていました。おそらく目にした人も多いはずです。タイトルを見てみましょう。じわり増えているソバーキュリアスとは、静かなブーム、あえてを選ぶライフスタイル、このようにあります。ソバーキュリアスは、詳しくは後ほど解説をいたしますが、アルコールを摂取することを積極的にしないというライフスタイルのことを指しています。ソバーキュリアスは世界的なキーワードになっていて、このように5年ほど前から注目をされ始めて、現在は急激に検索数を伸ばしていることがわかります。アルコールを摂取することでもちろんメリットもあればデメリットもありますし、そうなりますとデメリットに着目をして積極的にアルコールは飲まない。こういう考え方だって当然出てきます。皆さん若い頃を思い出してみてください。あるいは現時点でも思い当たる人はいらっしゃるかもしれません。お酒を飲むことは楽しかったけれども、飲むことそのものが目的化をしてしまって、最近楽しくないな、吐くまで飲め、息止めを強要、俺の酒が飲めないのか、現在では少なくなっているかもしれませんが、僕くらいの年齢であれば一度は経験をしたことがある人は少なくはないはずです。そんなことをしたらお酒そのものに嫌気がさす人だって出てきますし、トラウマになってもうお酒なんて飲みたくない、見たくもない、こういう人もいるはずです。で、こういう人の総数が増えていって、積極的にアルコールはもういいよ、飲めないから飲まないのではなくて、飲めるけれども飲まない、こういうライフスタイルの選択をするようになる。これがざっくりとしたソバーキュリアスの全体像です。で、このチャンネルってワインチャンネルなんですけれども、ワインってワインである前にお酒なんですよ。だからソバーキュリアスって超関心事項なんですよ。これ当たり前ですよね。お酒飲む人が少なくなったらワイン飲む人も少なくなるじゃないですか。そういう流れが規定路線だってことかもしれないかもわからないですよね。これを受けてワイン業界、ソムリエ業界ともにソバーキュリアスについては多くを論じられていて、近年注目のテーマになっています。ひょっとしたら今年度のソムリエ試験、ワインエキスパート試験に出るかもしれないですよ。今回はソバーキュリアスの全体像とともに、もしあなたがワインファン、ソムリエであるといたしまして、どうやってソバーキュリアスの時代と付き合うのか、これらをできる限り分かりやすく丁寧に解説をしたいと思います。最初に、この手の動画は普段の視聴者さん以外の方も見ると思いますので、簡単に自分のことを紹介したいと思います。僕は前場亮と申します。30歳の時に国内のソムリエコンテストで運よく優勝させていただき、その後に10年ほど完全にワイン業界から離れ、数年前にワイン業界に戻ってきました。だからワイン業界とともに一般消費者の心理も分かっているつもりですし、ワイン業界、ソムリエ業界の視点だけではないフラットな解説を心がけています。それでは早速いってみましょう。それでは今回のテーマはソバーキュリアスです。まずはソバーキュリアスの全体像を見てみたいと思います。ソバーキュリアスはもともとスペイン語でソバー、シラフとキュリアス、好奇心を掛け合わせた造語になります。なんだ、造語なんじゃないか、このように思った方もいらっしゃると思いますが、ワイン業界でも造語って多くて、近年ですとペットナットも造語ですよね。アルコールは適度に摂取をすることでリラックスができて、コミュニケーションの潤滑油になって人生を彩ります。例えばなんですが、何かのお祝い事にシャンパンを開けてみんなでお祝いして飲めば最高に美味しいお酒になるじゃないですか。一方になりますが、寂しい話ではありますが、じゃああなたが愛する人と別れた場合に、静かなバーで一人強い酒、ここではウイスキーとしましょう。バーで氷割りのスコッチウイスキーを飲んで、その人との思い出を総括をする。こんな時、お酒って大事な役回りを演じていますよね。お酒があることで日常の生活に彩りが与えられますし、良いことも悲しいことも思い出深くする。お酒はこのように感情を揺さぶる効果があって、例えばデートや接待でもワインを飲むこともありますし、居酒屋で仕事終わりのビールって美味しいですよね。まだお酒が慣れていない頃であれば、色鮮やかなカクテルに憧れを抱いた人も多いはずです。もちろんカクテルは年齢を重ねてからも楽しめますよ。このように、お酒そのものには適度に楽しめば人生をより豊かにしてくれるし、そんな大量なものでなくても毎日の潤いになっている人も多いはずです。ただし、これって適度にという言葉が不可欠なんですよね。ということは、適度を超えて過度になってしまうと、こうはいかなくなります。当たり前ではありますが、お酒は飲みすぎれば気分が悪くなる人もいますし、頭痛や吐き気をもたらすこともありますし、翌日に二日酔いになってしまって、あんなに飲まなければよかった。このように後悔する人も多いはずです。あなたも一度は経験があるはずです。もちろん僕は何度も経験があります。また、お酒そのものにネガティブなイメージをお持ちの方ももちろんいらっしゃいます。会社で上司に無理やり飲まされた。学生時代の飲み会で、お前飲めないの?と茶化された。お酒が苦手なのに、なんとなく飲まないといけない雰囲気に遭遇してしまった。こうなると、もともと苦手だったお酒がさらに苦手になり、嫌悪感さえ抱く人も出てきます。それだったらもうお酒はいらない。これだけ多様性が認められる時代なんだから、お酒を飲まない選択肢だって当然主張していいだろう。お酒は飲めなくはないけれども、僕は飲まないし、飲めと言われても断ろう。これがソバーキュリアスになります。ソバーキュリアスはこのように積極的にアルコールを摂取しない選択をしたライフスタイルのことですが、じゃあ完全にお酒はゼロなのかというと、そこは曖昧になっています。
本当に自分が積極的に飲んでいいだろうという時には飲んだり、あるいはほんの微量程度であれば特に気にしないという人もいらっしゃいます。少しソバーキュリアスとは違うかもしれませんが、積極的に飲まないということは積極的に酒量を減らすというのも近い考えになります。例えばグラス1杯の赤ワインをじっくりと味わいながら時間をかけて飲む、本当であればグラス3杯程度は飲めるけれども、それをあえて1杯のグラスに決めて、その代わりじっくりと味わっていただく、これもソバーキュリアスの考え方に近いです。さて、このようにソバーキュリアスはお酒は飲めるんだけれども積極的には飲まないというライフスタイルのことを指していますが、ソバーキュリアスのメリットとデメリットを検討してみたいと思います。まずはメリットです。これは本来あってはいけないことではありますが、無理やり飲まされることを避けることがしやすくなるのはその通りになります。上司からお前俺の酒が飲めないのかって無理やりお酒を飲まされそうになった時があったとします。そういう時に、いえ僕はソバーキュリアスなんですって言えば、上司は飲めせにくくなるはずです。別にお花見でも飲み会でも接待でも構いません。現代社会は様々な考え方、ライフスタイルを認めていこうという時代です。だからソバーキュリアスというライフスタイルのキーワードがあることで、自分はこういうスタイルなんだと表明をしやすくなったのはその通りでしょう。またこれはワインブックスの普段の視聴者さんであればチクリとくることもあるかもしれませんが、お酒を飲むことの出費もバカにはなりません。ワインであれば1週間に仮にボトル2本を飲むとしましょう。1本2000円だとして1週間で4000円、1ヶ月を4週間といたしまして1万6000円になります。これにビールとかのお酒を入れますと2万円を軽く超える方は多いと思います。2万円って大金ですよね。これが毎月課金されていくのって、なんか人生損した気分になるって方もいらっしゃると思います。これがソバーキュリアスであれば、この2万円が丸々浮くことになりますから、経済的なメリットも大きくなります。また多くのサイトでソバーキュリアスは睡眠の質が高まる、肌がきれいになる、作業効率がアップする、これらのメリットが紹介されています。ここにつきましては僕は医療の専門家ではありませんから紹介程度にしておきますが、ただし肌がきれいになるというのは注目です。というのもポンパドール夫人はシャンパーニュをこよなく愛した末に、酔って美貌を損ねないのはシャンパーニュだけという名言を残しています。この言葉そのものはシャンパーニュに向けての言葉になりますが、そもそもお酒は美貌を損ねるという前提に立ったものになりますので、このままいきますとお酒が肌を損ねてしまうという常識が当時からあったのではないかと推測ができます。ではデメリットはどうでしょうか。正直アルコールを取らないのであれば、生活に何の支障もなければこれといったデメリットは見出しにくいです。別に食べたくないものを無理やり食べなくても困らないのであればデメリットはありませんし、無理していただく必要はどこにもありません。例えばですよ、これピーマン好きの方は申し訳ないと思いますけども、僕ピーマン苦手なんですよ。どれだけ愛情を込めて作られたといたしましても、チンジャオロース食べろと言われてもちょっとやめてよって話になるんですよ。ピーマン食べないことで今のところですね、特に生活上困っていないんですよ。でピーマン好きな人からすれば、お前あんな美味しいものをなんで食べないんだよって気になると思うんですよね。人生損してるし、お前何も分かってないっていう風に言いたくなると思うんですよ。これはソバーキュリアスのデメリットに近いものがあるかもしれません。お酒を飲むことでコミュニケーションの場を失っている、あんなに人生を彩ってくれるものを飲まないなんて人生損している、これですよね。もう少し踏み込みますと、例えばビジネスの場で本当に緊張感のある接待の場合に、相手がワインを飲むのに自分はソバキュリなんだって言われてしらけてしまった場合に、接待がうまくいかないなんてこともあるかもしれません。デートでありましても、よし今日はディナーに彼女を招待して思い切ってワインを一緒に飲もうと男性が意気込んでいたとします。でも私ソバキュリだからワインなんて無理って言われたら、男性落ち込んじゃうと思うんですよ。だって彼女ワインを飲めるんだけれども、積極的にあなたとのワインを飲まないって判断しちゃったわけですからね。これ落ち込みますよ。このようにソバーキュリアスは本人が選ぶライフスタイルになりますから、本人だけであればメリットはあってもデメリットは見出しにくいです。逆にあえてお酒をコミュニケーションのツールとして捉えた場合にデメリットが見えてくる、このようにメリットとデメリットを踏まえた上で判断してみるのもいいかもしれません。さて、ここまででソバーキュリアスの全体像とメリットとデメリットを見てきました。でこのチャンネルってワインチャンネルなんで、ワインもお酒の一つじゃないですか。だから当然ソバーキュリアスってワインにとりまして一大事なんですよ。だってソバーキュリアスの方が増えれば増えるほどワインが飲まれにくくなるわけじゃないですか。業界にとりましてはデメリットって大きいと思うんですよ。まあただしですね、ソバーキュリアスは世界の流れから見れば当然出てくる考え方ですし、お酒は飲まないといけないものという常識が仮に大人の社会にあったのであれば、それは現代の考え方からすれば間違っています。飲みたいという人もれば飲めない、飲まないという人もいますし、それらを認め合っていこうよというのが現代社会の基本的なスタンスになります。ではワインとソバーキュリアスで見てみますと、部が悪いという見方も出てきますが、部がいいという見方も出てきます。ワインはビールや水割りのお酒に比べてアルコール度数が高くなります。ソバーキュリアスの人にすれば、積極的に飲みたくないお酒にまずは分類されてしまう可能性は高いです。仮にですよ、ビールを 5% といたしますと、ワインは 10% から 15% くらいになりますから、おおむね2倍から3倍のアルコールの量になります。
こうなりますとビールよりもワインがやり玉に上がってしまって飲まれなくなってしまう、こういう流れになります。その上でになりますが、ワインはお酒全体のイメージといたしましては健康で理性的、食事合わせるという良いイメージも強いです。ソバーキュリアスは飲めるんだけれども、いろいろな理由からお酒を飲まないという選択になります。この飲まない選択をしたという理由にお酒のネガティブな一面を経験してしまったから、こういう方も多いです。しかしワインはそれらのネガティブなイメージは少ないですし、だったら少量であればワインを楽しんでいこう、こういう人もいるはずです。また本来のワインそのものではないかもしれませんが、現在ではノンアルコールワインも交流ですし、低アルコールのワインも台頭してきました。ワインはこれまでそのまま飲むというスタイルが固定されていましたが、これを機に別に水割りでもジュース割りでも炭酸割りでもいろいろな飲み方があるんだという一つのきっかけになると思います。これ一番いけないのが、ワインラバーの人にとってソバーキュリアスが悪のように映ってしまって水と油のようになってしまうことですよね。ワインは飲みたい人もいれば飲めないという人もいれば、あるいは飲めるけれどもあえて飲まないという人もいらっしゃいます。それらのそれぞれの人の考え方やライフスタイルを尊重して認め合った上で、なぜ飲むのか、なぜ飲まないのかを考える方が健康的な気がしますが、あなたはどのように考えましたか？はい、いかがでしたでしょうか。今回のテーマはソバーキュリアスでした。ソバーキュリアスそのものは数年前から取り上げられてきましたし、注目のキーワードでもあります。ソムリエ試験、ワインエキスパート試験では筆記試験や論述試験に出る可能性もありますから、試験を受ける方にも注目のキーワードです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。